ハロウィンフェスやってる？うわぁ、マジかよ、ゴースト飼ってんの？まあ、本番はこっからといったところから、待って、すげえ、あはは、待って、ハロウィン仕様になってる。お、かわいい。見て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 。ほら、あおりちゃんの服装がハロウィンコスプレになってる、完全に。え、ホタルちゃんは？かわいい。鼻にさ、黒いのがついてるのがかわいいね。犬みたい。なんだこれ、こんなのハロウィンタワー、うおー、すごすぎる。え、待って、過去一凝ってるんじゃない、ハロウィンフェス。え、特別なハロウィンフェスって言ってたよ。お、見て見て、みんな仮装してるわ。バンガラガイすげえな。ハイカラシティはなんか可愛いみたいな感じだったけど、こっちはもう完全に、うえぇ、異世界じゃん。うわぁ、風花も可愛いな。めちゃめちゃ凝ってる。万太郎可愛いな、おい。ん？見た見た。よく聞いて。BGM も違う。ほら、なんだこれ、ハロウィン限定 BGM？ どうやらなんか、サイレント修正みたいな。アップデート強化されたらしいよ、カニタンク。爆風一角、強すぎるカニタンク。カニタンが直撃ワンパンになりました。120ダメ、強すぎんだろ。テンション高くて、マイクが音割れしてるわ。なんだこれ？ん？お分かりいただけただろうか。こんなんあったっけ、前。塗ったら出てくるんだけど。おーす。え、これ、絶対、ハロウィン限定のやつ。うわ、こういうとこまで凝ってんの？こんな感じにめちゃめちゃ凝って、おー、待って待って待って、オープニングもちげえ。ちなみに今回コスプレしてきたわ。スケアリータコの魔人になっていく。え、待って、めちゃめちゃ凝ってる今回のフェス。え、過去一凝ってない？そんぐらい演出に気合入ってるよな。いや、あれか、もうスプラ1の1周年フェスの時も凝ってたけど、また今回も凝ってるみたいな。これからどんどんフェスこんな感じになっていくのかな。めちゃめちゃ嬉しいんだけど。いや、特別感ある演出とかいいよな。今回このカニタンクでな、無双していきたいんだけど、ちょ、みんな見せるわ。カニタンク今やべえらしいぞ。爆風一撃120ダメージだからな。おら、縄張りだとが関係ない、もうキルしに行くか、僕。やべ、インクがなくなる。だが、お菓子もらわないと。いたずらするぜ。あー、いたずらできない。ハッピーハロウィーンということで、スプラトゥイーンなんだけど、みんな仮装してて可愛いな。こう、お祭り感好きなんだけど。爆風120ダメージだろ。なんで修正したんだろうね。気づいたら何の発表もさず強くなってるもんね。これもハロウィンいたずらってことか、任天堂の。ほら、な、言っとけな、こっちゾンビ派なんだよ。そう、デスが怖くない。何度でも蘇ってくるからな。やっぱゾンビはな、集団心理が働くんだよ。そう、やばいやばいやばい、やってるやってるやってる。これが強化された爆風か。え、とりあえずカニタンの武器使っとったら今回のフェス勝てるんじゃね。気づいてしまった。このフェス僕ずっとカニタンクの武器使っておうかな。やっぱカニタンしか勝たん。いや、てかみんなどっちに投票したんだろう。結構ネット上ではゾンビかゴーストかみたいな。万太郎の衣装めっちゃ可愛いよな。あ、でも打つ方の衣装も結構今回好きなんだが、ラインマーカー今上手くない、何気に。ラインマーカーのエイムだけは結構極めてか。やばい、これ一旦逃げよう。一旦隠れる。ウニョウニョと縄張りバトルで残り1分のデスか。も危ない、挟まれたよ。ラインマーカー見せるわ。おーい、もう一発当てちゃおうかな。そこ逃げてるね。ラインマーカーで炙り出しちゃおう。やべ、味方が溶けちゃった。だがかけない、これが。ラインマーカーデスコンボよな。強すぎんだろ。やっぱね、日頃からスイカゲーム、いや、カボチャゲームでエイム鍛えっけから。うまくね、おい、今のはめちゃめちゃうまい。今のは無理。マジでいいな、やっぱ。だけど、ステージまでハロウィン仕様にするんだ、ちょっと難しかったか、さすがに。まあ、でも、あんだけバンガラガイとかがデコってたらめちゃめちゃテンション上がるよな。あ、ジャッジ君はコスプレしてねえのか。勝ってるよな。お、お、待て、勝利モード違う。お、勝利もハロウィン仕様になってる。うわ、待って。うわぁ、やばすぎ。あー、声が聞こえる。かわいい。断言します。今日フェスやってない人は人生、まあ、何パーセント？まあ、24% ぐらい損してます。まあ、そのぐらい損してると言っても過言ではない。今すぐみんなスイッチを起動してください。今僕の動画を見てる暇なんてありません。あぶねえ。スプラマニューバー思ってる射程短かったな、今。普通に負けかけたわよ。スライドで詰めろってか、これ裏取り成功してるわ、なんか知らんが。後ろから、うにょ、ガラ開けだよ。僕のこと見て。よしよし、しばき上げて、もう一体。うわ、これが相手のゴースト。まあみんな、わかってると思うけど、カニタン。今回のフェスの鍵は、キーワードは、カニタン。なんかカニタンって、再生能力が高いから、ゾンビ派にぴったりだな。この緑色のインクでぶちまけようぜ。どっちのカニタンが強いか、ちょ、一旦勝負かけろ。やべえ、なんか囲まれてるわ。ちょっと、接近戦は聞いてない。あ、まずい。
だが相打ちで OK だ。さてと蘇るか。ゾンビって映画でもよく出てくるし、アニメのゾンビとかもあるから、意外とゾンビ可愛い一面もあるのかもしれない。それ登ってくれ。よし、やった待って、カニタンこんな強かったっけ。どうなんだ実際。バトル中はさすがに強化入ってないんだろう。あれはただのバグだと僕思ってんだけど、試し打ち上の。何がやばい、負けたかも。どうだ、凍ってるんですねこれが。味方のジジ塗りに感謝。ねえ、流れてるラジオの曲も違くない？ハロウィン仕様になってる。あ、マザーがにっこり。マザーもハロウィンを楽しんでると。10倍。さてと、ウォーミングアップはこの辺にして、そろそろ本気で戦っちゃおうかな。カニタンで一旦驚かせるわ。これでお菓子をもらいに行きます。これほら、お菓子よこせ。いやー、やれんか。しかもなんか後ろいる。え、きっしょ。あ、こいつらゴースト、やっぱお化け派だからさ、背後取ってくるわめっちゃ。あ、危ない、イカ忍者とかで背後取られないように。テレサだからな、正面から戦っていくと相手の動きが止まると。いったところカニタンを貯めて、結構スペシャル貯まる。やべ、なんかいつぶくそ驚かせやがって、ちまちまと背後取りやがってな。正面から戦ってこい。やべ、あー、それ聞いてない。正面でも勝てなさそう。あぶ、くそ、10倍マッチなのに、めちゃめちゃ、さっきまで余裕だったのに、なんでだ。あ、やばい、借りたってこれ一旦耐え切るわ。にー、痛すぎる。こいつら、本性を表したな。10倍マッチになった途端、本気出しやがって。くそ、油断させる戦略か。イカロールかまったけど。あ、それいいな。魔女のアミーボいいな。僕、ま、次、魔女のコスプレしよう。ぐわー、気合で。よっしゃ。気合でなんとか。いや、レート高すぎない？シャペマの急速早すぎだろ。みんなこんな日頃使ってんのか。明らかに急速早いんだな。残り1分。ちょ、カニタンクは大切に使っとくわ。ここぞという時に。なんならもう残り10秒ぐらい使いたいな。残り10秒で塗りに使いたいところなんだけど、もう。危ない。こいつらボム投げてくるから、カニタン発動したら、速攻で破壊されそう。いた。ちょっと待って、ダメージが痛い。一旦引くわ。一旦引きつつ、ちょっと塗っていきたいな。いや、待って。グレートバリア刺さりすぎだろ、あそこ。やる、それも見えてるが、もう凹凸はない。よし、やばい、使うわ。切る。くっそ、こいつら早い。ちょっと待って。フェスティだろ、なんでフェスティなのに、そんな早い。もう、ちょっと。絶望のずんどこ。なんか、バグれ。バグって。なんか、ハロウィンボーナス来い。いや、これ、勝ったくない？これ、勝ってるね、完全に。